アースたち、さあ今回ですね、なんと我らが愛すべきギアベストがですね、年に一の特大超特大セールを開催中ということで、皆さんにねそれをシェアしていきたいと思います。めちゃくちゃこれすごいです。はい、 50% off deals every hour big savings no waiting ということで、もうね 50% off の製品が盛りだくさんで、いやもっと言うとめちゃくちゃあのディスカウントされてる、これ以上ディスカウントされてる製品もめちゃくちゃあって、で、毎時間毎時間こう新しい製品がどんどん入れ替わりでディスカウントしていくというですね。でもうすでにね何日か前から始まってるんですけども、ちょっとねいろいろ忙しくて紹介できなかったんですけども、今回あと残り4日ということで、皆さんにねまだまだ時間あるんでシェアしていきたいと思います。今回はね、あのスマートウォッチを中心に俺がねめちゃくちゃおすすめする製品を合計3つね厳選して、あの皆さんにねぜひおすすめしたい製品をね紹介していきたいと思います。じゃあ早速ね見ていきましょう。これすごいよね、俺もね何買おうかなめちゃくちゃ迷ってるんですけどね。まずねこれ大前提として、これエキストラディスカウントクーポンということで、すごいですこれ。100ドル以上買うと 20% オフになりますよとか、例えばこれ300ドル以上買うと30% オフじゃない、30ドルオフになりますよとかっていうねクーポンがもらえます。だからこの、ギアベストミッドイヤーセールの対象外のものでもこのクーポンを使えばとりあえず100ドル以上買うことによって 20% オフになるというね、そういう代物になってるんで、ぜひこちらもチェックしてみてください。これはこういうのはね基本的にそのクーポンの数に限りがあるので、これが今9345個残ってますけどゼロになってしまったらクーポンは売り切れということなので急いでくださいこれもね。はい、じゃあ早速ね本題に入っていきましょう。まずね、あの俺があのぜひ皆さんに買ってほしいおすすめするスマートウォッチこちらでございます。コスペットマジック2。これね実はね、あのもうポチってあるんです。俺何週間か前にこれもうプリセールということで予約開始されていてポチってるんですけども、今回この製品もミッドイヤーセールの対象内に入っているということで、フラッシュセール、このセール期間中は、2500円で買えるんですけども、なんと約3時間後、ちょっと今日めちゃくちゃ動画頑張って編集しますけど、何時までになるかちょっと分かんないですけど15ドルになると1600円まで値段が落ちる。これはすごいよね。これ何がすごいってね、これでございます。 HD360×360 ピクセルのめちゃくちゃ高解像度で、なんと 1.3 インチのスポーツモード30種類搭載されているという、これ半端ないんですよ。これもねちょっとねめちゃくちゃすごそう。これは本当に、これはね本当におすすめ。これも実はね紹介動画作るか迷ったんですけど、ちょっと開封レビューでドーンと皆さんに紹介したいなと思っていたんですけども、今回もちょっといっちゃいます。こう30種類これだけほらねこういう風にスポーツモードが搭載されていて、でしかもこれ今買うとバンドも1種類ねついてくるセットで、これすごいよね。はい、で 1.3 インチの 2.5D カーブドグラスがちょっと曲がってるね曲面のやつになっていて、ウォッチフェイスも12種類ありますよと。ほらこれすごくないですか、こんだけくっきりしてる。まあちょっと、まあ、弱点があるといえば充電かな。これだけ解像度が高くてめちゃくちゃあのハイスペックなので、デイリーユーズで、まあ、1週間から10日ぐらいと。皆さんこれおすすめです。はい、今25ドルで2500円で買えて、今日中かな何時までか分かんないけど15ドルで買えるということです。まず1つ目これがおすすめなんですよ。はい、そしてやっぱりなんといってもこれですよ、これアメイズフィットシリーズも大幅にディスカウント対象になってる。これはシリーズでもうね、あのアメイズフィットでタッグ組んでるんでしょうね。もうめちゃくちゃ安いこれ。はい、見てください。もうね、セール自体がもう何日か前から始まってるっていうことで、いくつか終わってしまってるものもあります。ディールがね、あの時間帯によってこう変わるって言いましたけども、次来るのがこれね、アメイズフィットペースってやつ、2万円するものが80ドル、だから8000円ぐらいで買えてしまうという、これすごくないですか。アメイズフィットペース、これは何なんだろうな、結構型落ちしてるやつなのかな、こんな感じのものね。スペックに関してはまあそんなにあの際立ってすごいものではないかなという印象ですね。まあ、IP67 のウォータープルーフで、
心拍測定ができて、でスポーツモードもいくつあるんだろうな、10種類ぐらいあるのかな。でバッテリーが5日間とまあ微妙かなっていうね。でウォッチフェイスもこうやって変えられますという感じですけど、まあもうおしゃれですよね結構ね。こういうタイプが好きな方はいいんじゃないでしょうか。で他にもね、多分今後あと3日間ぐらい残ってるんで来ると思います、見張っていればだからアメイズフィット GTR47mm も99って書いてるでしょ。だからこれも終わっちゃったのか分かんないけど、どうなんだろう、めちゃくちゃ楽しみ。これアメイズフィット GTR47mm のやつ99ドル。この ステロスってね、この次のやつ、ペースの次のやつはもう終わっちゃってるということなので、ぜひね皆さん見張っててください、本当に。はい、そして、3つ目、そして3つ目最後ね、これです。ファーウェイオーナーバンド 5i というやつでございます。はい、俺が持ってるのはこのファーウェイオーナーバンド5ってですね、 i がないやつ、この i がないやつの廉価版になります。ちょっと安い、24ドル、2500円、400円ぐらいで買えるものになっていて、でこれもね、時間帯によってほらこういう風に、あ、これはポイントで買えるんだね、200ポイント。まあ、ギアベースよく使ってる方、何度かは買い物するとポイントをもらえるんですけど、そのポイントを使うことによって、9.99ドル、1000円まで落ちるということは、これめちゃくちゃすごくないですか、はい、通常5300円しますからね。で、まあ、これ5と何が違うかっていうと、5に比べてちょっと解像度が下がってるのと、あと心拍センサー あの加速度センサーとかねのグレードが、6軸のものが3軸になっていたりとかする。あと充電が2週間持つのが9日間とか10日間ぐらい、10日間かに変わっているというもの。別にそんなにあのスマートフォンの機能として全然チャッチーとかっていうことでは全然ないです。普通にミーバンド5とかでも、あ、4か、ミーバンド4とかでも3軸のジャイロセンサーとか搭載されてるんで、うん、まあいいんじゃないかな。まあ格安でスマートバンドが欲しいっていう人にはめちゃくちゃうってつけの製品ですよね。何せだって1000円ですからで最後におまけにもう一つ、まあ紹介するべきものがあるとすれば、ちょっとまあスマートウォッチじゃないですけど、これね、最近出たやつ来ましたよ。これ Xiaomi AirDots Pro 2 SE です。これこの間のあの Xiaomi エコシステムプロダクトローンチのさ、Mi Band 5のグローバル版が発表された、そのリリースで発表されたものね。グローバル版だと名前がちょっと違うんですけど、これチャイナ版のやつで、これすごいのが2700円でノイズキャンセリングが搭載されてるんですよ。まあ、もちろんね、あの Apple の AirPods みたいな感じのノイズキャンセリングではないんですけど、電話をするときのみのそのアクティブノイズキャンセリングではなくて、通話時のノイズキャンセリング機能がついているものになるんです。でそれが2700円で買えてしまうと、うん、こういう感じね。これめちゃくちゃ欲しいなと思ってんすね、あの発表会見てて、まあ、こういう感じ、もうまさにあの AirPods の丸パクリうどんイヤホンですけれども、まあ2600円で買えるというね感じ、こういう感じのものね、はい、いうことになってるんで、ぜひですね皆さん残り4日なので、いろいろ見て楽しんでみてください。もしかしたらね、中にはね皆さんが欲しいものがあるかもしれませんので、まあスマートウォッチ以外もね、うん、じゃんじゃん開催中ですので、ぜひとも皆さん、ネット買い物楽しんで見るのもいいんじゃないでしょうか、この機会ね。ということで、まあ、今回はねざっくりとしたこんな感じの動画ですけど、ぜひですね面白いと思ったら高評価お願いします。そしてチャンネル登録もねお願いします。じゃあまた次の動画でお会いしましょう、うん、バイバイ。